さあそれでは今夜もやってまいりました、皆さんせーのドゥディレゲレゲバッ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 ということで、皆さん熱くなっておりますが、ドゥディレゲ、オンラインサウンドクラッシュ、今夜も来ました。今夜はですね、ドゥディレゲエの、バッギャルマリーと、そして大地とパンチョ君でお届けしたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。さすお願いします。そして今夜は超大事な一戦なんですが、はい、ジャーウィン VS エンペラーということでですね、やっていきたいと思います。もうあの勝ち進み方的に今日はすごい大事な戦いなんで、まあ力は、そうですね、はい、もう抜けませんけど、見てる方も、楽しみです、はい、まあ、盛り上がってやっていきたいと思うんですが、まずは、皆さんのサポートがないとですね、続けれないので、いつもありがとうございます。サポーターの、スポンサーの皆さんの紹介をバッギャルマリーお願いします。はい、それではスポンサー様の紹介をさせてもらいます。ネグリルコーヒー、ビッグワンジャーク、ダルマ企画、マルコメ X、ワールドワン、エイニューヨークシリー、タートルマンズクラブ、バズルマガジン、ザイオンゲート、ホステルチラックス、ネイティブファーム、ブルーリズムコーヒー様の提供でお送りさせていただきます。いつもありがとうございます。Yo, this is Utah Roots and I said Hostel Chillax at the number one reggae hostel River Sound Works Okimaru big up yourself Do the reggae にかかる全員に big up You don't know spread reggae 一泊2,900円毎週レゲパーティーしてるぜ。サウンドシステム完備、一回で遊んでそのまま寝れる場所は大阪ナンバー Come on Big up stereo Tune called you and I 100% reggae musicHostel Chillax Yo 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 Me know the Chillax show yo Me say illa Chill and relax 自由なとこ Dreadlocks がお迎えするホステルサウンドシステム溜まってる ey Mind of free up しに来なよここが Chillax Reggae Hostel Number one 大阪ナンバーだ夏ゴンフィンガー Chillax EasteAnd what have you done? Another year is over. A new one's just begun. And so this is Christmas. Big Watcher. ありがとうございます。どうですか？熱くなってきてますね、このサウンドクラッシュも。パンチョ君、うん、楽しみですね。はい、うん、素晴らしい戦いが今夜も見れるんじゃないかと思っておりますが、どうでしょうか？前回ね、タラワとヘンプザイオンの戦いでなんとヘンプザイオンが勝ったということなので、本日、はい、エンペラージャーウィンドでもしエンペラーが勝ったら、エンペラーも決勝に進めて決勝が三つどもえになる可能性があるという大事な試合ですけども、あそこをもしかしたらジャーウィンドがこうバッと食い止めるのか、それともエンペラーが決勝に向けいくのかという、本当に大事な大事な戦いになっているので、私もしっかりジャッジしたいと思います。よろしくお願いします。さあそれでは今夜やってまいりました、気が抜けない、どちらも負けられない戦いです。それでは呼んでみましょう。まずはジャーウィン、そしてエンペラー、そしてエンペラー、来るよ来るよ来ちゃう。はい、それでは今夜の出場さんらが出揃えました。まずは先行のジャーウィンド、よろしくお願いします。エンペラー、声は聞こえてますでしょうか？ OK です。やまんやまんやまん、おさらいしておくと、もうどっちももう毎回ですが負けられない試合なんですが、今夜は特にもう負けられませんから、ちょっとコイントスをする前にですね、ちょっとジャーウィンドから一言だけもらってもいいでしょうか？はい、今日で最後の試合になりますけど、3試合ほんまに見てくれてる人もありがとうございます。最後の試合も全力でいきますんでお願いします。うん、お願いします。
願いします。それではエンペラお願いします。リハの時にマリエちゃんに大事な試合ですねって言われたからもう頑張ります。毎回大事な試合ですけどね、今回そうですよ、もう毎回なので、はい、お願いします、はい、それでは、今夜はペーパービューで見てる人もいるかもしれないんで、もう一発ちょっと軽くルール説明だけしておきますと、うん、まずは1ラウンド目、ダブルラウンドでございます。10分ずつということでやります。ほんでもって2ラウンド目がオンリー45、7曲ずつの掛け合いでございます。で第3ラウンドはですね、お題ラウンドと称しまして、今夜は 80s 90s のバッドチューンでございます。 It's not バンマンチューン、あなたが思うバッドな曲、80年代90年代あたりから引っ張り出してきてくださいというのが5曲ずつですね、3ラウンドでお願いします。ほんでもって4ラウンド目がダブフィダブ、3曲ずつですから皆さんお願いします。はい、それではノーロングトーキングポイントスに行きたいと思います。さあ、じゃあ、先行のジャーウィンドが表か裏か決めてもらってですね、どっちがいいでしょうか。表でお願いします。表です。表で、では行きます。目のコイントス、いや、おっと、裏です。裏です。エンペラが先行、エンペラが決めれる、あ、俺が決めれるということですね。はい、じゃあ高校いただきます。はい、先行がジャーウィンド、高校がエンペラーということで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。それではジャーウィンド、準備の方はどんな感じでしょうか。大丈夫です。やまやまやま、ダブルラウンド10分ずつですから、よろしくお願いいたします。それではジャーウィンド、レッツゴー。Yes, yes, yes! やってきました最終戦、第3試合目、待ちに待ったエンペラーとの試合、一番楽しみにしてました。それもなんでかっていうと、中学生高校生の頃エンペラーめちゃくちゃ好きで見に行ってました。その小僧がやっとエンペラーと戦える時間、せまずはこの人に感謝していこうか。 No, no further ado, I present to you the undisputed champion of the dance hall, Ja Wind, ruling dance hall all over, anything that's getting over. Yes, Ja Wind. さあヨウちゃん、今日は俺全力で行くから、全力でぶつかっていってくれよ。 Come on, let's take it awayWisten! Holy Emmanuel. Holy Emmanuel. The wind sound never die. Big up my life. 生きてたらめちゃくちゃいいことあったぞ。 Give the trophy to the wind sound. The wind sound of the conqueror. Oh, じゃあこの辺で、いつもドゥディレゲエをご覧の皆様ありがとうございます。See? ソングクラッシュファンでもリスペクトでもって、ドゥディレゲエクルーでオフコースリスペクト。 See? 今日はエンペラーとの試合ほんま楽しみにしてたから、いろいろな曲かけていきたいと思うんやけども、ちょっとヨウちゃん、1試合目2試合目俺いてないのに俺のこと言いすぎやろ、なんか論外とかなんかごちゃごちゃ言ってるけど、ほんまにこの試合リーグ戦でもあっても1対1のワンマンの勝負やぞ。Now hear this! Original song called Jawin, aka Musical Soldier, Bigger Man called Toma, the place called... 今日はエンペラーソンとジャウィンと俺たちのワンマンやぞ。モスラン Run that in a Japan! Japan!Sister Nancy さあ、ドゥディレゲエおなじみのナンシーさんからこうやって言うてるんだよ。ヒルデ・アーランドンもいいけどな、まずは目の前の戦い頑張っていけよって。俺からエンペラーに忠告、今日の俺はマジデンジャラスやから、リッツラムジャウィノ、ヨキルデモワンバイワン、でもってな、俺がおらんとこで俺のこと言うようなエンペラーの大看板しょって今日来てるんやろ。せマジでそんなエンペラーの大看板しょってきてるのに、雑魚キャラみたいなことしてたら俺が言ってまうぞ。俺が大好きなエンペラーはそんなんじゃないねんって、ようちゃん。 Listen!
ちゃん。お前スタイルはブレんなよ。今日もあれ言ってないや。あのサザエさんみたいな何々でございますみたいなあの気持ち悪い喋り方俺結構好きやねんけど、今日も頼むで。あの MC を待ってんねんから。あのサウンドクラッシュはスタイルブレたら負けやねんって、そういうのがサウンドクラッシュなんです。ジャーウィンドウとエンペラーはどこにいてるって。おいエンパワーソニーのソンクラッシュ、ソンナゴデディのコンバット、お前自分の地元をレゲエであげるとか言ってたよな。じゃあセンスあるダブも取ってかけてから言えよ。ポッシュワイ。これが変化球です。お前は今崖の上に立ってんねん。I'm on the rock, higher than I am. Yo, yo, Jehovah guide me.ちょっと待って、お前もしかしてやることやってないのに神様にだけお願いしてるような都合いいスタイルじゃないよな。だからいつも調子悪いね。で調子悪い時の言い訳絶対これやろお前。Yo, Sound boy can't sleep a night, the mala worry I'm afraidウォエロ。まあけどこの参戦が終わったら悪夢はなくなるから、わかる？8時間ぐらいちゃんと寝ていいよ。 RY? じゃあイヤマン、ジャーウィンド、地元で頑張ってる系のサウンドやな、自称 RY。 そんなお前に俺も知ってんねん、マイユーツで地元で頑張ってる DJ イッケーっていうアーティストがいてんねんけど、やばいでこの曲。さっきラム君で俺のこと褒めてくれたやろ。この曲お前のことディスりまくってるからよく聞けよ。イッケー Yes, yes, yo, meもう何も言いません。この曲の間はよく聞いてね。トーマ、今夜のクラッシュのテーマ、クソガキに分からせに来た。まだまだケツの青い坊や、スキル不足の口だけトーマ。勘違いしてるそこは選手、お前じゃ背負いきれない街選手。レゲエタウンの格を下げんな、おいトーマ。そんな無理すんな。オンラインクラッシュのメンバーは偏不採用にたらうわ。それにじゃあウィンドウトーマ、なんか一人だけ浮いてないか。2回見たけどいつも滑ってる、正直かわいそうになってる。始めたてのペーペーかと思ってたら、えそのプレイで4年目。そんなお前に言うことあって、まず音質悪すぎるって、サンプラーの音もでかいって。戦う以前の問題やんけ。オガ君をオガちゃんって呼ぶな、ウギーマンをこいつとか言うな。二十歳超えて話にならんわ、総合的に見て中途半端。礼儀教えるのが定義。Yes, yes, yes, yes. ここでクラッシュが終わりました。皆さんいかがでしたでしょうか。お疲れ様です。ありがとうございます。まずはちょっとジャーウィンド、感想と何かインフォメーションとあればパコッとお願いします。はい、もうマジでまずはもうこのドゥディレゲエ開催してくれたもう皆さんにまずはリスペクトです。でもって見てくれてる人もありがとうございます。まあ若手ですけどこうやって挑戦させてもらいましたんで、でもって第3試合リーグ戦になったおかげで3試合もできましたし、マジでいい経験にもなってるし、でもってサウンドクラッシュめちゃめちゃ楽しかったんで、絶対またサウンドクラッシュのシーン来ますんでよろしくお願いします。ありがとうございます。それではヨーちゃんおやすみ。ありがとうございました。もしかしたらこれで第3回が終わるかもしれへんし、次に繋がるかもしれないんで気は抜いてないんですけど、まあジャーウィンドウもありがとうございました。なんかすごいいい経験ができました。皆さん見てくれた皆さんもありがとうございます。ジャッジの方もよろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。ジャーウィンドウ、エンプラー、ありがとうございました。はい、ということでそうですね、ちょっともう感想を考えてしまったんですが、やっちゃいましょう皆さんで。それではいいですか、パンチョ君も。はい、はいよ。いや、ジャーウィンドもヨーちゃんもジャッキーもお願いします。
マリーさんもそれでは全員でドゥディレゲイレゲイ、ありがとうございました。投票お願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れでした。第3回オンラインサウンドクラッシュはご覧のスポンサー様の提供でお送りいたしました。